はい、これはですね、GVUSB3HD で先にゲームの映像をキャプチャしておいて、それを後からパワーディレクター14でアフレコ喋りを後で吹き込んでいるパターンの事例で作り込んでますね。このゲームは、まあ、見てもわかると思いますけど、プレイステーション4専用ソフトのグランツーリスモスポーツ、これの体験版ですね。で、ゲームモードはこれアーケードモードでやってますね。で、コースはドラゴントレールシーサイド2、時刻設定は AM10 時、朝の10時っていう設定で、難易度設定は、まあ、一番上の上級設定にしてプレイしてます。で、車は、まあ、自分が乗り込んでる車はレクサスの RCF グループ4ですね。で、グランツーリスモスポーツは上級設定にすると、まあ、かなり難易度が高くて1位に取るのがかなり難しい。で、このゲームの、なんていうんでしょうね、この醍醐味であるこの、ね、シミュレーションが正確っていうのは、確かにね、本当に正確な感じがしてて、ちゃんとね、ブレーキングしっかりしないと曲がっていけないし、ブレーキ踏んだままだとね、前のタイヤがロックしちゃうんで曲がっていけないとかね。だから、こう、ブレーキペダルとアクセルペダルのこの踏んでる感じが、かなり現実の車両を意識したようなドライブテクニックじゃないとちゃんと走れないっていう、その辺がまあ面白いところですけど、で、上級設定にすると、難易度上級設定にすると、まあ、なんでしょう、ステアリングアシストだとか、ブレーキアシストだとか、まあ、そういうアシスト系がまあほぼ切られてしまうので、まあ、結構難易度は高い。まあ、トランスミッションはね、オートマが普通に選べるので、まあ、ギアチェンジはオートマのままで遊べたりするんですけど、で、このモードは11スタートで1位を目指すみたいな、まあ、ローリングスタートですね、走行状態からレースがスタートするんですけど、これね、AI が、まあ、前作からのちょっとキャリーオーバーっぽい感じがちょっとしてて、全部の敵の車がこうあらかじめ設定された、まあ、レコードラインというか、まあ、理想のラインをかなり、まあ、守りながら全員が運転する。で、そのレコードラインみたいなところに自分の車が入っていくと、それを邪魔したりはしないんですね。幅寄せとかはしないんですけど、前後の車はやっぱしそのレコードラインというかね、そのあらかじめ設定された走行ルートをかなりこう守ろうとする AI なので、こうブレーキングのタイミングが周りの車と違うと結構後ろから追突されるんですよね。で、コースに押し出され、コースの外に押し出されて、もうその後レースおじゃんみたいな、まあ、上級モードだと派手なコースアウトしたらもう絶対1位は取れないので、まあ、基本的にもうあまり大きなコースアウトはできないっていうね。で、しかもさっき言った AI があのコースを、確かね、このあらかじめ決められてるとかなり守りたがる AI なので、基本的に抜くためのポイントは、まあ、数箇所しかないっていうね。で、一番の抜きのポイントはですね、今見てるこのシーンの後のあれですね、このプチ試験みたいなところ、ここですね。ここを周りの車とは違うブレーキのタイミングであまり減速しないで、チョンブレーキかアクセル抜く感じでバーッと、今抜きましたけど、そんな感じで抜いていくっていうね。で、
でここ難しいんですよね。ここは自分のコースを走ってる時でもぶつかっちゃうんですけど、これ抜かれるかなと思ったら大丈夫だったというか、コースに復帰したところが彼らの AI たちのレコードラインみたいなとこだったんで、まあ、抜かれないで済みましたけど、ここもね左から一気に右にこの縁石をなめて、でここはほぼショートカットみたいな感じでなるべくまっすぐ走っていくと、まあ、差をつけられるっていうね。これでも2時間ぐらい練習しましたよ。これ1位ね全然取れないんですよ。まあ、ぜひね挑戦してみてください。上級モードのドラゴントレールシーサイド2ですね、グループ4の車で走ってますけど、ここも難しいですね。ここも他の車のレコードラインとは違って、縁石を2つ舐めてほとんど曲がらないというか、ステアリングを切らない感じで曲がっていくと速いですね。3周で1位を目指すんですけど、これは難しかったですね。2、3時間練習しましたからね。あ、これちなみにステアリングじゃなくてパッドで遊んでます。1位になりましたね。ふーって感じでしたね、これ終わった時。体験版のねグランツーリスモスポーツはこう製品版になんかこう体験版で遊んだステータスっていうかね、賞金額とかレベルとか全部持ち越せるみたいなんでいいですよね。でこの後は、リプレイモードを再生してるんですけど、その様子はもう一つの方の動画で、まあ、解説というかね音声をまた入れてますんで、このセクションではここまでということで以上です。